はい、どうもいつもね、動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい今日はねバイクライフガレージライフの時間です。それで今日はね、この CB400 ホアちゃんね、ちょっと掃除しようかなと思ってます。それで、前回もね、前回言うてももう1年ぐらい前かな、あのスポークホイールの磨き方というね、動画をアップしたんですけど、それでね昨日あのゼファーのね、私あのエンジンを鏡面するという動画もう過去にも何本も上げてるんですけどね、そちらの方から質問をいただきました。その方なんか CB で、750でスポークホイールのバイクだったと思うんですけどね、その方から質問いただいてね、今度ねスポークホイールの磨き方をね、アップしてくださいということだったんでね、でちょうど今日ね、磨こうかなと思ってたんでね、今日このスポークホイールの磨き方っていう動画をねアップしていきたいと思います。それで今までね何度かアップしてます。それはねどんなやり方かといったら、例えば歯ブラシにこのブルーマジックをつけてウエスで拭くっていうやり方、初めはそれでずっと言ってました。でその次にね、ネットとか検索してたらこういうウエスでもこういうのをね、巻きつけてやるっていうやり方、これが綺麗になりますよっていうやり方もやりました。しかしながらね、私が今までやった中で一番時短になって綺麗になって早いのはね、スポンジです。スポンジでブルーマジック、それで水、この3つをね一緒にやったらね時短でできると。しかしね、錆びて茶色になってるスポークに関してはね、ちょっとまた別のやり方になるんですけど、あの白錆、まあ今日みたいな感じでスポークって本来はあのメッキでバーって光ってると思うんですけど、ちょっとね、白くなりかけてるのはね、これがね一番時短で綺麗かなと思います。それでね今日それをやっていきたいと思いますのでね、スポークホイール磨きに興味のある方もない方もね、最後までお付き合いください。ではおっちゃん、ブルーマジックと水とスポンジ、こちらやっていきます。おーす。はい、それでね早速やっていきます。あの水をねスポークにかけます。このあのセンタースタンドラックやね、購入するとき。それでねあとはねスポンジにも水をつけて、ちょっときついな、はい、水をつけてね、それでねブルーマジックをね適量ペタッとつけます。それでなじませて、それでねもう拭くだけ。もうこれだけなんですよ。これねすごくね光っていってるのが、やっていったらわかるんですけど、ちょっとカメラ近寄せてみましょうか。まあ、ちなみにねこんな風にね黒くねなってます。こう黒く取れたところはねもうここ光ってます。ちょっとカメラ近づけます。はい、ここの色分かりますか？ピカって光ってるの。それでこれが磨いたやつ、これが磨いてないスポークホイール、ここをねどうですか、これカメラで違いわかるかな。もう一本いきますね。はい、こんな感じでね、全体をねやっていきます。
それでね、これのね、ポイントとしてはね、拭き取るっていうんでなしに、このブルーマジックをつけた状態でずーっとやっていったら、勝手に光って、なんかくすみが取れるって感じ。だからこのブルーマジックを拭き取りっていう感じはでなしに、なんか塗り込んでいくっていうような感じで私はやってます。それでこっち側の目、だいたい、3分ぐらいでね、だいたい綺麗になります。本当はもっと丁寧にこの裏側とかもね、結構ね、このスポンジって力入れたらこう入り込むんですよ。だからね、案外裏側まで綺麗にできていると。で適当に、まあ、2往復か3往復ぐらいやると、まあこんな感じですね。それでこっちの面から終わったら、次、反対の面からね、こっちの面から同じ作業をただひたすら繰り返すと。こっちはね、ちょっと遅延があるからね、なんか遅延の油が手につきそうでね、ちょっとやりにくいかなと。けどちょっと喋ってる間にね、全体ができるっていう、これめちゃくちゃね、私は簡単と思います。あとはね、このついた水分を取ると、まあこんな感じで、はい、全て完了しました。ほんとね、5分ぐらいの作業。これやっぱりスタンドがあるからすごい楽なっていうのもあります。これスタンド、サイドスタンドだけだったらね、若干タイヤ回したりこう手入れたりするに時間かかるんですけど、それでね、このスポンジがね、この黒になってきたらね、表面の白い、まあ錆びかかってるまではいってない、くすんでるのかな、くすんでるのが取れるかなと、まあそんな感じで、まあ後ろのホイールね、やっただけでこれだけね、黒くなります。それとこれをやるにあたってね、水とブルーマジックとこのウエスではね、こんなに綺麗になりません。これなぜかね、このスポンジ、スポンジでやることによって時短でなおかつ綺麗になると。これね、ちょっと前にね、いろんなこちらの布系をね試したんですよ。その普通のウエスでしたりとか、あと床掃除するやつとか、まあいろんなね、やつを試したんですけどね、一番綺麗にね、簡単になるのはこちらでした。それとね、スポンジとブルーマジックだけでいくよりね、水をつけてそのまま流し落とすような感じで、すり込むような感じでね、するのが私は一番きれく早く時短でした。これでね、それでね、これがね、合ってるか間違ってるかは私は全く分かりません。これもね、素人おっちゃんがね、何年もこのスポークホイールを磨いてきて維持してきてね、その中で私が一番楽だったやり方であってね、これがね、果たして、いいか悪いかは分かりません。もしやるときはね、皆さん自己責任でお願いします。ってなわけでね、今日はね、時短手抜きのね、スポークホイールの磨き方でした。いかがでしたでしょうか。もしよかったらグッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録していただいてね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。今日はどうもありがとうございました。さようなら。おーす。